今日村上地域振興局で開かれた。三面川周辺地域の防災減災対策を協議する会議には。県や村上市、新潟地方気象台などの関係機関が参加しました。昨年の防災害で。経験、新たな知見をですね、途切れて。再び防災体制の強化を。努めていく必要があるというふうに感じております。 村上市や関川村などでは去年8月に線状降水帯が発生1時間雨量が100ミリを超える記録的短時間大雨情報が2日間で16回発表される豪雨に見舞われ土石流や浸水により2400棟余りの住宅に被害が出ました。今年も出水期を迎える中、今日の会議では 地域内の河川の川底の掘削や堤防の整備、水位を監視するカメラの設置などといった対策の進捗状況を共有。 一方で、去年の豪雨では死者が出なかったことなど、人的被害を最小限に抑えられたことを踏まえ、今後もハザードマップの周知など、住民の避難行動を促すソフト面の対策を強化する重要性も確認されました。どういうふうにして、完全に避難行動を実現できるかどうか、これからそのソフトの部分もです、ね、強化していくことが、こうした自然災害に対応する意味では非常に大きい。 村上市では8月に水害を想定した住民参加の防災訓練を行うことにしています。